こんにちは、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。ですね、ポータルを1個壊して、その後リベン、お、来た。これは多分通常アタックかな。はい、あのモニュメントを強化したことで矢がすごい強化されてるんですけど、やられるかな。騎士兵がここで下がるんですよね。もうちょっと頑張ってほしいんですけど。よしよしよし、当たって、当たってちょうだい。当たっ、よし、オッケー、かなりオッケー。でも赤もやがまだ晴れてないのかな。とするとまだ攻撃が終わりましたね。多分生き残ったかな。よし、お金不足ですね。お金が入らんことにはちょっと開発ができないなと思ったら、もう日が暮れそうで、おそらく矢はもう強化されてないのでちょっと苦戦しますね。きっとブラッドムーン、お、来た。そうですね、通常の矢、お願い撃退してちょうだい。よし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 、いいよ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 、はい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 、順調です。いいねいいね。おお、来た。これで最後かな。もういいよね。よし、頑張った。その右側攻めなかったらこの資金難が解決しないんですよね。現状維持になっちゃうんで、どんどんこう新しいことをやんないといけないと。ここを落とした。あ、そうか、やっぱここを見とけばよかったな。ちょっと右側開発できないな、開発できないな。ここまで一気に行かないといけないですね。それか手前のキャンプを壊すか、壊すしかないかな。これは難しいところ。そうか、左側もゲートがあるからこれ以上行けないんだよね。うわ、この日収入ゼロか、これはいかんな。よし、右キャンプを削ります。しまったな。まあ、この繰り返しですね。しまったな。ごめんよみんな。よいしょ、お、ハント成功してる。そうだね、もう右しかないね。これ一本切って今日帰ってもらいましょうか。さあ、ここを切るとどうなってしまうんでしょうか。途方に暮れてしまっています。まあ、結構ねこの描写リアルなんですよね。住処が、あの暖かいキャンプがなくなっていくみたいな。消えた。火が、焚き火が消えた。まあ一応この人たちは残るんですよ。なのでちょっと後でまた雇い入れたいですね。この犠牲は無駄にはしない。はい、バサッと行きましたね今。どうかな、ここ切って帰れるぐらいかな。ここも切りたい。よし、今日の仕事ここまでかな。刻んでいくか、どうしようかな。刻んでいくしかないな。
ここまで行こうか。ここ、あ、ここまで行きたいですね。この森土まで行けたら非常にいい。細かすぎてもタイムロスになっちゃいます。貴重なコインも無駄になっちゃいますからね。よし、来て、急げ、沈んじゃうぞ。そう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 、大工さんの移動時間も考えないといけないんでね。発注して到着して壁を作る。よし、走って帰るんだ、走って帰るんだ。エアウォークじゃダメだ、走ってるフリーズじゃダメなんだ、走るんだよ。ああ、この小川早く作りたいな。あ、こういう人こそ。あ、ちなみにこの状態だと敵が来たとしても、あの、この人には全く無関係なんで、ノーダメージなんですよ。だからむしろ上げないという選択肢もありますね。で、ここで私が考えなきゃいけないのは、この子を雇うのに1人1コインで、ハンマー作るのに3コイン使ってますよね。だから4コインの人なんです、この人。4コインの人を何コインで守るかってことなんですけど、多分そろそろ5、6匹はダダダってくると思うんで、5、6コイン使ってこの人を守るかっていうとちょっと難しいんですよね。リアルな話をすると、あ、素晴らしい。やっぱ切るといい感じだ。よし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 、ちょっと2人ほど増やしましょう。あ、よし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 、あ、貴重なコインが。予定はここでしたね。お願い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 、よし、お願いお願い、君のダッシュが欲しい、君のダッシュが欲しい、そして狩人のダッシュも欲しい。ああ、どうしような、あれもいいか。ああどうしよう、迷うな。もうちょっと右行きたいんで、この辺にしときますか。ああ、ブラッドムーンを耐えたいな。優柔不断は良くないですね。で、壁の内側を増強していきましょうか。で、まだ、あ、君まだいたか。よし、おいで。はい、農家作成。で、この第一段階の農場ですね。だと、日帰りになるんですが、あの、農作業はできます。効率はすごい悪いです。あそこで日中作業して、夜になると拠点に戻るんですよ、農家さんが。で、あれをグレード1個開けると、家ができるっていう。あ、攻撃あったっぽいですね。で、無事撃破してますね。よしよし。よし。進んだ。進んだ。左側も、あ、お金も入ったんで、もう、あげましょうか。で、戦力も増やしたいけど、収入も増やさないとまずいんで、これも作り、あ、こんな感じですね。あの、夜は帰ってるっていう感じになります。で、左側も、壁を一段階増やします。で、そのお金を残して、ちょっと戦力も増やしましょうか。間に合うかな。ああ、大工いた。これも切っちゃって大丈夫だな。やっぱ収入はないですね。これだけ敵の拠点が近いと、しょうがないか。で、左側は、とりあえずは OK。右の開発をしましょう。農作業スタート。いいですね。お願いしますよ、本当に。さあ、これからも木を切っていき、いいですね。結構進めそう。なかなか食を与えられないのを考えると、キャンプ場をあの段階で壊してしまってもよかったのかな。あ、でもやっぱ普通に左に行った方が良かったかな。
なんかブラッドムーンみたいな演出ですけど、赤いのかなあれ。あ、赤い、赤いですね、ブラッドムーンだ。右から来てもらうとありがたいが、様子が、あ、左か、左か、左か、ちょっと移動時間が、どの道もやられちゃったら終わりです。よし、で見に行こうかな。いやー、もうちょっと右進めたいな。ブラッドムーン多分乗り、お、え、乗り越えてないかなこれ。あー、ちょっと赤っぽい、やばい。ちょっと左見に行こう。うん、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫じゃなきゃもうここまで来てる大軍がもう拠点まで来てる。誰か走ってっちゃったな。来れるかな。さあ、これはおそらくミスジャッジになると思いますね。一応これ2つ発注しちゃうと、2つ以上やっちゃうと複数の大工さん来るんで、まあちょっとリスクにかけるのは1人ですね、大工は。失敗ですね。これ走ってきちゃうとちょっとまずいな。お、早速収穫じゃないですか。大工さん本当に来ないですね。え？いないのかな。おお、来た来た来た。非常にまずい時間帯に。ああ、でもちょうどいいかもしれないですね。襲撃が終わってそのまんま壁の向こうへ突破してくれそうな、あーかもしれないですね。よし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 、複数の大工さん呼びましょうか。はい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 。あの、コインお兄さんがいないとやっぱりだいぶきついですね。でもまあこれが通常の難易度なんで、これをやりくりできていかないとっていうことですね。まあ、この難しいところが面白いじゃないですか。ああ、それで、あれですよ。その一つ目の島でいきなり交代した馬、白い馬ですね。あれ、角が生えてるユニコーンなんですけど、あれはこうやって牧草を食べるとお尻からブリブリブリッとコインを3つ生み出す魔法のような馬なんですよ。だから資金繰りには困らないっていう。まあ、それがあると逆に楽になりすぎるんで、それで変えました。ああ、この矢の数がなかなかいいですね。いいんじゃないですか。いいですね。余裕ですね。進めましょう。今日は何かな。よし。大工さんはなぜ二人目はこっちへ来ない。あ、え、ここにもあるじゃん。じゃあこっちかな。で、あんまりこっち側は鍛えていくのにコインは使いたくないんですよね。そうするとおそらく壁が
ちょっと弱いですね。壁も壊れそう。単純に人数かな。あ、なになになに、多分喧嘩してで弓矢取られちゃったんでしょうね。多分そんな感じで徐々にこっちは弱くなっちゃうかな。大工さん2人か、もう2人増やそうかな。多分主な収入源は農家だけになっちゃうんで、やはり右側を攻撃を開始しないといけないですね。調子どうすか。そっちに行くと、うわー、なんか、うわ、攻撃されたんでしょ、どうせ。もう、弓矢があるの？ああ、もうちょっと喧嘩すんのやめてよね。ああ、また来たよ。ああ。まずいな。こっちもそんな長持ちしないですね。こんな危なっかしいことやってたら。参ったな。今何日目だ。15。うわ、きついぞ。これは右に進めたいですね。進めるとでももう無理だな。これは進めるとリベンジアタックが強烈になりますね。耐えられないと思うな。おお、それだ。そうだよね、ブラッドムーン来るよね。どうしような。でも、厳しいな。あなたもですか。素晴らしい。ちょっといただきたい。左端を壁を鍛えて、で右側を出兵させてゲート壊しますか。ちょっとそれをしないと後もないな。ないこともないか。それをやるとリスクがでかいな。ワンちゃん、こういう時のワンちゃん。ああ、右か。右なら逆にこっち鍛えちゃう。お願いします。これで左側から来たら終わるな。気になる。ほほ、素晴らしい素晴らしい。よし、そんな君たちは出兵だよ。もう我々に後はない。もう君たちにかかってるよ。ああ、お腹いっぱいね。よしよしよし。で、ああ、もうこんなに近いんだ。お願いします。私たちの未来を君たちに託そう。いや、で、こっちはまあ撃破を信じて他のことをやんないと。何ができるか。コインは3枚しかない。農家になければ追加の収入もない。ってことはやれることもない。ああ、これ突破したいな。バックアップしたい。これしないか。どうにかこうにか。ここはですね、稲は早期収穫しないかんと思いますよ。1枚。この王冠売れんかな。誰か持ってない。あなたは秘書。へそくりもないか。あ、君ない。
やばい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 。本当にいる。あと1枚コインがいる。素晴らしい、壁ができました。はい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 。マジか。あー、落ちた。落ちてしまった。コインもない。ということで今回の動画はここまでになります。次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。